次に小松豊君委員長、小松君、自由民主党の小松豊でございます。本日はありがとうございます。一般質疑ということで少子化対策について質問させていただきます。大変お忙しい森大臣にお越しいただきまして本当にありがとうございます。感謝しております。安心して子どもを産み育てることのできる社会、病気になっても安心して病院を受診できる、老後も安心して暮らすことができる、すべての場面においてこの安心というキーワードはこれからの日本を支える上で極めて大事なものであります。少子化問題はこの安心を支える日本の社会保障制度や経済への深刻な影響を与えるものであり、さらにその不安が少子化を加速させるといういわゆる負のスパイラルに陥る可能性があるものです。この少子化危機とでも言うべき問題に対しては直ちに対策を講じなければいけない、日本にとって喫緊の課題であると認識しています。また単なる経済や社会保障の担い手が少なくなるといった社会的観点からだけではなく、純粋に子どもたちのたくさんの笑顔が日本を元気にします。東日本大震災でもどれだけの人たちが被災地の子どもたちの笑顔に救われたことでしょうか。これまでもさまざまな少子化対策が講じられてきました。平成15年に成立施行された少子化社会対策基本法、それに基づく大綱、そして昨年には子ども子育て関連3法案が成立いたしました。しかし少子化社会対策基本法の施行から10年、現在の合計特殊成立が 1.39、 もちろん女性が子育てをしやすい環境、これは徐々に整いつつあるというふうに認識しておりますが、少子化対策の目標、すなわち先日の審議でも大臣が答弁された合計特殊施設 2.0、 これにはほど遠い状況であります。また少子化担当大臣という言葉も国民にはかなり浸透していますが、この10年間何をやってきたんだろう、こんな印象もあるのではないかと思います。そこでお伺いいたします。今まで特にこの10年の少子化対策施策に関してきちんと評価検証がされているのか、当然されていると思いますが、それについてどのように分析をしているのかお聞かせください。小野大臣。ありがとうございます。少子化はですね、大変今危機的な状況にございまして、現在の合計特殊出生率 1.39 のままであると日本の人口がゼロになる日、日本が絶滅する日、これは3000年、国立の人口研究所が出している試算であります。しかし最後の2人が2900年でありますから、その2人が同姓であるとすると2900年には人口がゼロになるということで、世界の中でも最も高いスピードので、少子高齢化、そして人口ゼロに向かって突き進んでいるわけです。これは単にですね、生産年齢人口、つまり労働人口が減って経済成長を阻害するとか社会保障の問題であるというだけではなくて、急激に人口が減っていくことで今いる子どもたちが少ない人数で多額の財政負担を背負っていかなくてはならない、そして社会保障費の負担もしていかなければならないということで、委員ご指摘のですね、子どもたちの顔から笑顔が消えていくと、そういうことがないように私たち大人がしっかりと取り組んでまいりたいと思います。さて、今まで約10年間政府が取り組んできた施策、平成7年のエンゼルプランから始まりですね、まず、その少子化対策の予算の額でございますけれども、当初平成7年エンゼルプランで5440億、
現在のですね、今回の安倍政権の少子化対策の予算が3兆2086億円でございますので、徐々に増加をしている傾向ではありますが、やはり世界的に見ますとですね、少子化対策に講じられている予算は少ないということが言えると思います。ですので、これだけの危機的な状況を国民の皆様に認識をしていただき、予算の総額をですね、上げて、効果的な政策を打ち出せるようにしていくということをまず私、目標にしております。またその獲得した予算で何をするのかという政策でございますけれども、目的が曖昧なまま、その対処療法的に政策を講じていても効果が上がらないわけでございますので、この平成7年からの今までの政府の政策をすべて、マトリックスにして、並べてみました。男女の出会いから出会い、結婚、妊娠、出産、育児というふうに、人生を横軸にしてですね、並べてみますと一目瞭然、今までの少子化対策はほとんどが子育て支援最後の部分に講じられておりました。しかしですね、先ほど申し上げましたように、働く女性の環境が昔よりは整いつつあると委員がおっしゃってくださいましたけど、私の認識はですね、私が長女を産んだ13年前、これももう待機児童で保育所も見つからず大変な状況でございましたが、今もなおその当時と変わっていないというふうに思っています。ですからこの子育て支援もですね、さらに強化をしていく必要があると思います。そこで安倍政権では子育て政策3本の矢と称しまして、1番目として子育て支援、これを強化していく、待機児童の解消などですけれども、そして2つ目として、働き方の改革、これについても強化をしていく。そして3番目として、今までほとんど政策が打たれてきませんでした、結婚、妊娠、出産の部分ですね。例えば不妊治療の助成などをもっと充実するというようなところでございますが、こちらの方にもしっかりと政策を打っていこうという方針を立てたところでございます。小松君。ありがとうございます。もうまさしく、今大臣がおっしゃったことが原稿に書いてありまして、本当にその通りだと思います。3月のこの委員会でもですね、日本維新の会の杉田委員から、子育てとそれから、少子化対策、これを分けて考えるべきだというご意見がありました。全くその通りだと思います。また大臣も所信表明の中で今おっしゃったようなこと、その結婚、妊娠、出産、育児、それぞれのステージで課題が山積して、そこに、切れ目ない支援を行う、このように述べられております。やはり私もその前半の結婚、妊娠、出産に関して何かしっかりとした策を講ぜずして、この少子化社会の解消はできないというふうに考えております。もちろん結婚や出産に関しては個人の考えや価値観が尊重されるべきでありますが、しかし結婚したいのにできないという方もたくさんおられます。結婚や妊娠を望む人の希望が実現できる社会を作るということが大事なんじゃないかと思っています。その部分に踏み込まずして少子化危機を脱することはできない。同時に大臣、少子化危機という言葉は何度もお使いになりましたが、やはり国民全体がこれは危機であるという認識を持つこと、そして我々政治の世界の人間も危機であるという認識をしっかり持つということが大事なんではないかと思います。また障害未婚率も加速的に上昇を続けておりまして、男性では昭和55年には 2.6% であった障害未婚率、これが30年後の平成22年には 20.14% と 20% を超えました。結婚したくてもなかなか出会いの場がない、声に応えて若者たちに出会いの場を提供するなどのさまざまな取り組みが地方自治体などでも行われております。本気で結婚した人、それから子どもを作りたい人、これに手を差し伸べるということも大事なんだろうと思います。そこで2番目の質問ですけれども、少子化対策に大きく関わる結婚、妊娠、出産という部分に関して、先ほどの答弁で、お答えいただきましたけれども、改めて、今後政府として具体的にどのように取り組んでいくのかお教えください。森大臣。
先日ですね、私の元にある有識者会議である少子化危機突破タスクフォースにおいて、有識者の委員の皆様の意見が提案書に取りまとめられて、私の方に提出をしていただきました。その中にはですね、地方自治体の取り組みを支援するということがあります。少子化の現状が地域差が非常に大きくてですね、先ほどのような待機児童は地方ではほとんどない。その代わりに産婦人科のですね、不在というものが大変な問題になっているなどの問題があります。そのうち結婚妊娠出産については、例えば地方自治体で結婚したときに結婚祝い金を差し上げたり、それから知事体での婚活支援をしたりしています。そういったものを政府として財政を支援していくということも一つだと思います。またですね、結婚したいと思っている未婚の若者は9割いるという統計が出ております。そのうちやはり子どもは2人以上欲しいというふうに言っている方がほとんどです。このような希望をしている人を結婚しできる環境にしていくことが国としての責任だと思います。そしてではなぜ結婚しないのかというふうに伺いますと、やはり経済的な原因が非常に多いのです。ですから若者の経済的な安定、雇用の安定ということについて、政府では若者女性活躍推進フォーラムにおいてですね、政策を取りまとめまして、正規社員としていく、そしてその正規社員のですね、働き方の方法を柔軟にしていくということを取りまとめまして、それをですね、成長戦略の中に位置づけるように今産業競争力会議の中で、検討しているという状況でございます。小松君。はい、どうもありがとうございました。そのような具体的な取り組みをぜひ進めていただきたいと思います。少子化対策として妊娠しやすい若い時期に女性が出産できる社会、これを目指すことも大変大事なことだと思います。少子化の一つの原因として晩婚化、それから晩産化が言われております。実際に平成23年には第一子出生時の母親の平均年齢が 30.1 歳、30歳を超えました。ちなみに昭和50年は 25.7 歳、昭和60年は 26.7 歳であります。お手元に資料を配らせていただきましたが、これは妊娠に関する興味ある報告であります。平成22年度の厚労省家計費分担研究報告書、未婚女性の妊娠に関する意識調査の報告であります。医学的には加齢とともに不妊や流産が増加するという事実が知られているわけでありますが、未婚女性たちがそのことを知らないという報告であります。ご覧いただければ分かるように、249人、平均年齢 25.2 歳の女性に対してアンケートを行ったと。その結果、時間がありませんので、あと読んでいただくことにして、最後、表があります。あなた自身はいくつまで自然に妊娠できると思いますか。なんと 31% が45歳まで妊娠できる。5% の人が50歳まで妊娠できる。そして 1% の人はなんと60歳まで妊娠できると答えている。つまり、大変その妊娠に関する知識がないということです。同時に他国との比較した調査でも、我が国民が結婚年齢期、妊娠適齢期などの知識度合いが先進国の中では最も低いと、こういった報告もあります。実際婦人科医に聞いてみても、その高齢になってから妊娠を望んで、そこで初めて不妊症が分かると、そういったケースも増えていると聞いています。学校教育においても、若年の望まない妊娠はリスクが高いという教育が行われていますが、高齢になると妊娠しにくいよという教育は行われていないというのが現状であります。このように男性を含め国民が妊娠に関して正しい知識を持つということが少子化対策として非常に大事だというふうに思いますが、少子化対策のための最後の質問です。特に妊娠に関わる教育や啓発活動、具体的に高齢になれば妊娠しにくい、この事実に関しての教育啓発を今後どのように取り組んでいかれるのか、お教えください。森大臣。先ほどのタスクフォースでも、男女ともに、妊娠できる力、つまり妊孕力についてのですね、
認識が世界先進国の中で最低であるという、国際的な論文が報告をされまして、男女ともに妊孕力に対する知識の啓発をしていくべきだという意見が出されました。でそれに対してですね、チームを作ってこれからその啓発の仕方等を検討していくことにしております。委員長。小松君。ありがとうございます。少子化対策、これはまあすぐ結果が出るものではありませんが、長い目で見た政策も必要です。同時にこの現状をしっかりと危機と捉え、そして早急な対策を講じなければ日本の将来はないと思います。ぜひ、この問題に真剣に取り組んでいただくというか、我々が取り組まなければいけないということを最後に強調させていただいて、私の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。